ても不気味な話よね。一度殺した相手をもう一度見つけるなんて、なんかお化けを探してるみたいだよね。とりあえず昨日戦った二人のオーラは持ってるから、これで探しましょう。本当ゼッカ様はたくましくなったよ。ここ周辺にもないわね。もっとオーラ探知を広げてみた方がいいかな。え、そんなこともできるの？見つけた。こっちの方角だわ。行くわ、洋白。今度こそ逃げられる前にボコボコにするんだから。わあ、ゼッカ様やる気満々。ここですか。東京からだいぶ離れたわね。まさかここまで来るとは思わなかったわ。千葉ですよね。相手もとっくの昔に感づいているみたいだったけど移動するのをやめたみたい。え、それって私たち東京から離されたってことですか？そう、でも人混みもあったし、戦闘するわけにはいかなかったから、この誘導には乗るしかなかったのよ。ということでいい加減出てきたらどう？じゃないと私から行くわよ。まったく、絶世の美女からの誘いを断るなんて男としてなってないわね。自分で言わないでよ、恥ずかしい。大丈夫、冗談だから。あら、見ないうちに悪趣味なものをつけるようになったのね。滑稽だわ。無視を貫くつもりなのね。ならいいわ、そのまま叩きのめしてあげる。悪視点だかい？これが悪視点だかい？数値だけ見たらとんでもないわね。悪視点、理解力剥奪する。私の理解力を奪うつもり？残念だけど私もそれなりに対策はしてるつもりよ。わわ、なんですか、いきなり吐く。一般人の人がなんて吐く。今こいつ悪視点を使ったわ。おそらく操られてる。刺激させて。わかりました。一般人を巻き込むなんて最低ね。少しは実力で戦おうとは思わないのかしらね。会話必要殺す。何こいつ、昨日とは全く別人ね。基本ゼロ。ゼッカ様大丈夫ですか？少し驚いたけど問題ないわ。でも気をつけて、今日の金髪は昨日までの金髪じゃないわ。動きにキレがある。油断したら多少怪我するわよ。あれ？聞いてるの？表情に出さないのが不気味ですね。剣を構えた、来るか。私との間を一瞬で詰めてきた。悪視点を回復だってる。早い、昨日よりもより厄介。こっちに来た。自分支配と特崩し。危なかった。今使わなかったら大怪我してた。この人、ここまで強かったなんて。吐く、そのままキープ。今すぐ空間支配でこの場を見えなくして。早く。これで多少は焦ってくれてもいいのよ。まだ、ダモンは出ていない。手の内をまだ全部晒してないんだ。殺せない。よな、まだ。こいつ、自覚してるのか？時間はないのかしらね、本当。ここまでやったら普通で致命する。なのになんで死なないの？まるでゾンビと戦ってるみたい。俺の役割完了。役割、一体何をするつもり？やれ。行くな、武蔵次な。あとはこっちに任せろ。次は逃がさないよ。もう何度も同じ手は通用すると思わないでよね。ボルカ、だがこっちから近づいてくれて感謝するよ。おかげで手間が省けた。悪視点、瞬間移動。ここは廃墟。このまま建物に潰されろ。うへぇ、ここすっごく埃っぽくてバッチリ。でもここがなぜか東海異変の中で唯一ほぼ形を残した建物なんだから、きっと何かあるよ。そもそも今まで立派な建物を壊してるのに、なんでこんなもともとお化け屋敷みたいな一軒家を壊しに来たんだろう。いや、もともとかどうかはわからないけど。何？この匂い。私ちゃんとお風呂入ったよ。違う、何か変に甘い。毒。なるほど、ここは何かのアジトになっていたってことか。うわぁ、確かにちょっと臭い。換気しよう、換気。こらこら、毒ガスを外に換気したら住民に被害が。あれ？なんか、毒。強くなった。バカソフィアー。なんで自分から毒を強くするのよ。さすがの私もちょっと気分悪いわよ。ごめん、一睡脳が勝手に発動しちゃったみたい。デフゼロ、バグしちゃった。みたいな顔でごまかさないでー。なんじゃこれは、わしはこんな毒知らんぞ。あ、敵出てきた。ふふ、この毒にやられたくなかったら降参することね。ああ、いけないんだ。私の功績を自分のものにするなんて。そこの桃色の娘か。さすがにこの毒は変換できん。今すぐやめんか。はい、お触り禁止。うわ、なんじゃこれは。うわぁ。遠慮ないわねー。あ、毒収まったよ。それで敵はどこまで吹っ飛ばしたの？知らない。そもそも制御できないし。せっかく得た情報源だー。
ソフィア、追うわよ。ちゃんと捕まえないと。これはいわゆるあれだね。あれ、僕なんかやっちゃいましたかね。ってやつ。もう、私運動できないんだからゆっくり走ってあれ、ここどこ。能力使っちゃったからもしかして暴走した。こんなスカイツリーから全体を見てわかるの。うん、一応全体の景色が見える場所の方が探索の効率いいんだ。それにしてもやっぱり一緒に来てくれるのね。さあ、何のことだか。まあ、あなたほどの実力者が近くにいてくれるのは心強いし、私もそれなりに強気な行動ができるから何でもいいんだけどね。すっかりボディーガード扱いね。それよりカフェ行かない？ちょっとゆっくりしましょうよ。もう、そうやって危険なところに行かせないようにする。素で一緒におしゃべりしたいだけなんだけどな。私だって、仕事とプライベート分けてるし、プライベートプライは普通に年相応の子と仲良くしたいだけなんだけど。さて、使うか。妄想、私は私が求める人物まで光の道しるべを作る。妄想操作、妄想を現実に持ってくる能力、すごく便利そうね。そうでもないよ、少しでも変な妄想をしたらそれらも全部反映されることがあるから。でも死ねって妄想したら相手は死ぬんでしょ。うん、でも私がこの能力を解いたらすぐに戻るし、妄想するのをやめたらすぐに復活するしでそこまで便利な代物じゃないんだよ。へぇ、ちゃんと妄想通りに光が目的地を示してる。相当便利ね。今示してるのは目的地。いや、まだ妄想の詳細が弱いね。もっと細かい妄想で絞っていかないと。ふーん、それってかなり集中力いるわね。戦闘向きじゃないかも。実際そうだから否定できないかな。戦闘だとどうしても安直な妄想くらいしか具現化できないんだよね。ねえ、そうやって話しかけて集中力妨害してくるのやめてよ。そんなつもりないって、ただの世間話じゃない。よし、住所まで大体特定したよ。行くの？うん、このまま偽物の薬とかを流通させられたら仕事にならないしね。はぁ、おそらくこの件が片付いたら落ち着くと思うし、今日くらいは頑張りますかね。ほらほら、そんなに慌てない慌てない、転ぶわよ。あーメテオ、なんであなたはメテオなの？あー、アイス、なんであなたはアイスなんだー。何よ、そのロミオとジュリエットのパチモンみたいな話は。あー、メテオ、あなたと一つになれたならどれほど幸せかー。アイス、私はあなたが欲しい。そして一つになりたい。超なりたい。いきなり現代風ね。しかもなんか話適当だし。なら一つにベストマッチしてウェイしちゃおうぜ。そうね、あなたと一緒なら今夜はきっとパーリーピーポー。もうわけわかんないよ。なんでいきなり陽キャになってるの。こうして二人は一晩ナイトクラブでパーリーピーポーしましたとさ。アイスとメテオ。アイスメテオ。アイスメテオ。わぁ、アイスメテオ妄想しちゃったー。すごいわね。本当にアイスメテオ具現化できてるわ。さっきから何なの、そのお話は。適当に作ってみたの。当然ノートも白紙。私の能力で遊ばないでー。それよりいいの、アイスメテオ街に落下するよ。いやあ、ダメダメダメ、妄想解除妄想解除。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も楽しんでいってね。